こんにちは、つつでございます。今日はですね、東京足立区にある J ビーム、先ほどちょっと看板出てたと思いますけど、 J ビームにお邪魔してます。ここにはですね、ドラコンプロ、チャンピオンの山崎康弘プロの、フィッティングも受けられるということで、お邪魔しております。過去にもですね、リンゴルフ何回か、登場していただいていると思うんですけども、今日はですね、新製品 J ビームの飛びの新製品も紹介いただいて、山崎プロにも後ほど登場していただこうと思ってます。よろしくお願いします。こちらになります。入り口です。かっこいいですね。クラブフィッティングスタジオにお邪魔したいと思います。では早速入ります。お邪魔します。山崎プロ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどのようなスタジオといいますか。はい、J ビームの本社、以前はあの本社にフィッティングルームがなかったんですけど、はい、今回こっちに新しく会社を作った時から、はい、このフィッティングルームを作って、はい、まあ、実際にうちの製品ってなかなかその工房さんで取り扱ってもらってるんですけど、はい、実際こう打ってもらうとか、はい、なかなかできなかったのをまあ実現したいっていうのと、あとまあ僕がレッスンを水曜日木曜日レッスンしてるんですけど、はい、それ以外はフィッティングルームとして、はい、でも水曜日木曜日だと山崎プロのレッスンも受けられて、はい、フィッティング、僕がフィッティングもします。はい、あの他の地域からの予約も結構多いんですかね。そうですね、今まで遠かった人はニュージーランドから来てくれた人と、ニュージーランドからわざわざこう日本に帰ってきた時にわざわざ来てくれたとか、あ、なんていうのかな、はい、僕 YouTube やってるんですけど、はい、その YouTube を海外で見て、はい、あの英語であのいついつ行くから行きたいんだけどみたいなのが僕のインスタに来て、で来てくださった人もいますし、レッスンは遠い人は北海道、青森、九州から月1ぐらいで来てくれてる人もいます。あ、もう定期的にレッスン、はい、来てくださってます。あ、もうやっぱり皆さん山崎プロのように飛ばしたいってことですね。そうですね、あと年齢がいってから飛ばなくなって悩んで来られる人も多いです。だから結構僕のレッスン受けくる人はジュニアとかプロ目指してて、はい、もうちょっと距離欲しいっていう人と、はいはい、あと距離が折ってきてしまったけど、はい、この先どうしたらいいかって言って悩んだ人たちが多くて、この下と上が多いですね。はい、あの J ビームさんのドライバーの開発って、まあ、すごくいろいろ個性的なモデルがたくさん毎年登場するイメージがあるんですけど、はい、これはあの開発自体は山崎プロと、はい、坂田社長と、はい、基本的にはお二人でこういろいろ開発っていう感じですか。そうですね、あと、まあ、僕ドラゴンの興味出ているので、実際に試合で打った時に、はい、自分の中でこう完璧だと思って新しくできるんですけど、はい、その試合で使っている時にこう不満が出るわけですよね。あ、もうちょっとこうだったら、はい、もっと優しいんじゃないか、もっと飛ぶんじゃないか、っていうことを次のモデルにさらに入れて作っていくっていうことを考えたり、はいはい、まあ、あとうちのクラブ使ってくれてる人が大勢いるので、その人たちからのフィードバックを結構聞きます。あ、なかなかこれね、ぶっちゃけ本当の話言うと、はい、スライサーの人の意見を取り入れたら、はい、フッカーの人使えないんですよ。まあそうですよね、そうですね。で、フッカーの人の意見を取り入れたらスライサーの人は全く使えないんですよ。はい、はい、ってなると世の中 70%80% はスライサーなんですよね。はい、はい、それでその両方に認められるヘッドっていうのはなかなか難しい。はい、はい、そこで思ったのが、ヘッドは直進性能、シャフトでフェードとドローはどうかなとか、そういう部分から広がって、今はシャフトの方もやはりこう自分がこう使ってて、まあいろいろなんかこうあるものに合わせてると自分が飛ばないので、自分が一番飛ばせるシャフトを作っちゃいました。そしてそれを一般の女性だったり年配の方とか、そういう時にフレックスダウンしてった時に打ってもらって飛ぶっていうのを実証して、あ、飛ぶんだなと思ったのを製品にしました。
どれがいいかっていろいろ試合で実験しながら、はい、実際に試合で飛ばなかったらもうダメだって思ってすぐやめちゃうみたいな、はい、製品にならなかったプロトタイプっていうのは実はものすごくあるめちゃくちゃありますね。実際ヘッドもありますからね、はいはいはい、結構言われがちなのは、はい、山崎プロ飛ぶから他の人飛ばないだろう、はいはいはい、っていうこと言われるんですけど、はい、基本僕ヘッドは優しいのが好きなので、はい、僕の使えるヘッドは一般の人使います。お難しいヘッドをうまく打つっていうのは思いっきり叩くときにすごい難しいんですよ、はい、優しいヘッドっていうのは適当に打ってもまっすぐ行くので、はい、なのでそういう部分をうまく作りながら、うん、一般の人にも打ってもらって飛ぶっていうのも、まあ、そういうことをあの発売前のその下のとこで結構やって、だから今作ってるヘッドとか来年出るんですよね、はい、実際のところ。じゃあ1年越し以上で作ってるんですね。はい、そうですね、はいはいはい、でしかもそれに、はい、ユーザーの皆さんが、はい、実はこう開発というか指導しながら、はい、どんどん選別されてモデルが決定してるってことですね、はい、ありました。ちょっとではいろいろ教えてください、はい、よろしくお願いします。ちょっと見てください。ちょっとシダークラブフィッティングルームなんですけど、たくさん種類があります。全部これそれぞれ違うモデルのようですね。シャフトも違います。おーすごい。早速ちょっと新製品を紹介してもらいたいと思います。はい、ですね、はい、まずオーソドックスなうちの代表的なモデル、多分 J ビームうちが有名になったのはこの BM435 っていうこのモデル、はいはい、これは10年くらいになるのかな、はいはい、ちょっともう僕も忘れちゃうくらい年代、超ロングセラーですね。そうです。ただこれも多分 OEM だったり海外の輸出入れて多分18万個くらい、18万ヘッドぐらい売れてます18万。はい、なので J ビーム飛ばしって検索す、大体 Google とかになって検索すると BM435 で出るんですよね、はいはい、なので OEM もやらせてもらったり、まあ、このヘッド原型でこのまま、まあ、バックソールだけちょっと違ったりして、はい、まあ、未だに出ます。はあ、でこのヘッドを使われてた人が、はい、まあ、ちょっと古くなってきたと、はい、で他社のクラブ買って、はい、結局またうちにこのヘッドを買いに来るという、戻ってくるんですよ。ほんでうちも新しいヘッド作ってるんですけど、このヘッドにまた戻ると。あ、でやっぱこうあのシニアの、まあ、クラブ契約なくなったツアープロだったり、そういう方たちもやっぱプロも捕まるヘッドが好きなんですかね。うーん、右行かないっていう安心感でフェードを打ったりドローを打つっていうのが多分楽なのかもしれないです。だから考えていることはアマチュアとプロもそんなに変わらない、はいはい、まあ、クラブっていうのはこうどうしてもこのくらい被っといても後ろにやっぱどうしても重心値があるので、どうしても開こうとする動きがクラブだから捕まらないのが普通ですよね、はいはい、そこがまあ、うちのこのヘッドはこう一応このシャフトの入ってくるこう重心距離ギリギリの部分で、まあ、ギリギリまでこっちのヒール持たしたことによって、あと中の肉厚設計を変えて、まあ、右に行きにくいっていうヘッドをできたことで、これが一番古いです。シャフト軸から重心があんまり離れてないってことですね。はい、そうですね、はい、今のクラブは結構面長で重心が長かったり、まあいろいろなんですけど、やはりそれでも右に行ってしまうっていうことでゴルフにストレスを感じてしまう人がやはりこのヘッドを追い求めてくることが多いです。これのブラック仕様もありますね。はい、ブラック仕様もあります。あれもかっこいいですよね。はい、ちょっと小ぶりでボディがちょっと違ったりして、はい、これよりちょっと体勢が小さくなって、はいはいはい、でフェイスがここがミーリングになっていて、もうちょっとさらにロースピン系になっているっていう部分で、まあこれが一番うちの中では大ヒットで一番長い、はいはい、でなかなかね、他の他社さんだと、うん、古くなると廃盤になるんですけど、はい、うちはなかなかその根強いファンのためにあんまりそんなにバンバン出るわけじゃないんですけど、はい、未だに作ってます。あ、18万ってすごいですよね。はい、18万個。あのだって大手メーカークラブですからね。大ヒットドライバーって言ってもおそらく、まあ、厳密な数字ってカウントできないですけど、はい、まあ6万から8万、はい、まあ、モデル出てて年月がすごい長いので、はい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 、そこまでずっと結果が出続けてるってすごいですよね。はい、ここからもうちょっと捕まんないものだったり捕まるものだったりとかいろいろ作って、はい、去年、はい、ゴルフウェアでも発表したんですけど、その新しく出たこの KZ5 っていう、はい、
はい、カチャカチャ、うち初めてですね。あ、初ですか。はい、はい、でこう結構シャローバックで、はい、でまあフェイスはオーソドックスにこんな感じで、これミーリングですね。はい、ミーリングのレーザーで、で結構飛距離が欲しいと言ってうちに来てくれるお客さんたちの言う言葉が、はい、JB も飛ぶけど上がらないと。あ、はいはい、やはりディープフェイスでこう球の高初速を実現するということで、これ結構ディープめなんですよね。吹かないヘッドということで、ただお客さんから言うと JB も飛ぶけど上がらないんだよなっていう不満が結構こうフィードバック的にあったので、今回のモデルは高段の、はい、435とか435ブラックに比べると若干スピン量は200回300回転くらい同じロフトで打っても多いんですけど、はいはい、打ち出し角がめちゃくちゃ多いタイプ。でも打ち出し角が上がってるのにスピンが200ぐらいというと、まあ、はい、ほとんど変わらないぐらい差が出るイメージですよね。はい、はい、なのでートータル飛距離は初速はそんなに上がってるわけじゃないのに距離が伸びたっていうことで1年経ってないぐらいだったんですけど、はいはい、これが今一番人気で出てますかね。はいはいはい、はい、あ、そうですか。これ今一番人気なんですね。はい、この辺とかカーボンとか、ここはあのデザインで、このこちらがカーボンだ。こっちがカーボン、はい、はい、でスリーブ入れて 196g ぐらいで上がってるヘッド、はい、じゃちょっと軽量ヘッドというか、はい、大体どこのメーカーさんもスリーブ入れると208とか結構超えちゃうじゃないですか、はい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 、46とか 46.5 の長尺にも対応できる、はい、まあそこは重くすればこの部分でヘッド重量も調整できますので、これが一番人気で、はい、次に今出ているのはここですね。この ZI シリーズって言って、僕あのドラコンで使ったりしてるモデルです。はいはい、これも結構こう後ろを落としてあるんですけど、うん、まあ芯の部分で初速が出るようにってことで、このちょっと絞りヘッド、はいはい、でこのヘッドはとにかくストレスなく球が右に飛ばないように作りました。あ、捕まりを、はい、しっかり、はい、なので低スピンで絶対に右に飛ばないヘッドっていうイメージで作ったヘッドです。はいはいはい、なこれが2番人気ぐらいですかね今。うん、はい、この部分形の、なので一般のユーザーの人たちの意見も取り入れていったのが今度のこのタイプで、はい、これはまあ僕が実際試合でもどんどん使ってきたくなって、はい、試合で使えるようなクラブ、あとお客さんたちがもうどうしても右どうしても行っちゃうんでっていう、あ、なるほど、その意見を入れたのがこのヘッドです。あ、山崎プロのメインのヘッドはじゃあこれ、僕は結局、はい、どのヘッドも飛ぶかっていうことをテストするので、はい、あ、そう、実際に去年日本一になったのはこっちのヘッド、あ、こっちで、はい、こっちのヘッドで日本チャンピオン、こちらはマスターズで日本チャンピオン、はで、シニアっていう方でチャンピオンになった時はこれか435ブラック、はいはいはい、両方打ったんでちょっとどっちかの球が飛んでたかは分かんないんですけど、はいはい、世界大会行った時も KZ5 と、はい、ZI9、 あと435ブラックですね。はいはい、もうそれぞれの、まあ、状況によっても変わってきますね。そうですね、球の高さフォローだったらちょっと上げたいとか、はいはい、フォローの時はちょっとスピン入った方が飛ぶので、はい、こちらの、あとこの良さはシャフトを結構変えれたので、アゲンストの時は僕シャフト結構柔らかくするので、アゲンストの時に柔らかくするんです、はい、柔らかくするんです。結構これってでももしかしたら皆さんが思ってるイメージと逆かもわかんないですよね、はい、そうですね、結構皆さんあのスピンが多いとシャフトを硬くするっていう部分があるんですけど、はいはい、シャフトを使えない人はそうかもしれないです、はいはい、シャフトをこうしならすテクニックがついたら柔らかい方がボール包むのでスピン減るんですよ。うーん、なのでこの自分がヘッドスピード50だから X だ、はいはい、じゃなくて実際、はい、僕のところにレッスン来てくれている年配の方もヘッドスピード38くらいなんですよ、はいはいはい、でも X です。あ、逆に R で打ってもらうと飛ばなくて、はい、X だと飛ぶんですよ、はいはいはい、ヘッドスピードが速くてもフレックスが、はい、柔らかいケースもあるんです、はい、あります。あ、スピン多いね、ロクトって減らしましょうじゃなくて、はい、まずヘッドを変えずにシャフトを変えたら結果がどうなるか、はいはいはい、でシャフトを変えずにヘッドを変えたら結果がどうなるかっていうことを見ながらフィッティングした方が多分もう自分に最高のクラブができるんじゃないですかね。これも新しいシャフト、はい、これも新しいシャフトで、今回このシャフトは、世界大会に僕行った時にこの塗装が入ってない、まずプロトタイプで持ってて使ったんですけど、
まあ、結果が良かったので、これはまあ一般の人にも使えるんじゃないかっていうことでフレックス展開をまずして、はい、いろんな人に打ってもらいました、はい。結構思いっきり振ると球が曲がるので曲がんないようにしたかったんですよね。あ、なので結構この2本は曲がらない、はいはいはい。でどちらかというとこのゼロっていう方は全体的にしなるんですけど、はい、こうねじれがちょっとトルク自体はあるんですけどあんまりねじれないんですよ。まあ、ちょっと巻き方がちょっと特殊に巻いてもらったっていうのもあって、はいはい、でこっちのレーザーっていう方は、はい、結構手元の剛性がしなるんですけど、はい、結構強め で、 あで先が結構こうガッと瞬間的に走ってくれる。だけどそれで左行ってしまったら意味がないので、はい、ちょっと左行く動きを抑えつつ、はい、作って軽量です。これは両方とも50、こちらが 57g ぐらいでこちらが 50g、はい、あ結構軽いんですね、はい、長尺にできるように、はいはい、でその前に作ったモデルがこのサムライっていうのこっちの方でこれは 56g、7g ぐらいなんですけど、はい、これは本当に全体的にこうムチのようにグワッとしなる感じで結構ロースピンを打ちたい人はこちらのシャフトで打っている方が多いです。でJBM っていうとなんかドライバーだけのイメージがあるんですけど、はい、これいいのかな、言っちゃっていいのか、多分2ヶ月後に発売されると思います、はいはい、新しいアイアンで、あじゃあもうこれも特別発売前のやつ、そうなんです、まだ多分ホームページも何も出てない、はい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 、はい、ちょっとこのトップブレードを厚くしてもらって構えた時のちょっと安心感をつけました、はい、はいはい、ここすごいですね。はい、これあのうちのこれ CNC で全部削り出しなんです。これは細かい。はい、ブロックからも削ってこう出す。あ、これもともとブロックからなんですか。はい、そうなんです。だからあの AC があるところを全部削ってって。すごいですね。ここの、はい、トップブレードちょっとわかりますかね。ここちょっと厚くしてもらいました。ちょっと構えるとこんな感じですね。結構簡単に球も上がるし。上に行き過ぎたら飛ばないし、はい、スピンなさすぎたらグリーン止まんないしということで、はいはいはい、まあこの下のソールをちょっと広くしたんで今回、その分上にもバランスとってちょっと重心位置はちょっと高めに設定したんですけどね、はいはいはい、それが逆にこうスピンが入りながら前に行く球になった。じゃあもう上下にちょっと、はい、ちょっと広くした感じで、あんまりこう当たった後のこうバラつきが出ないみたいな、ね、ないように。実際コースで僕テストしたんですけど、はい、あんまり曲がんないです。直進性が高いんですか。直進性高いですね。すごい。だからショートアイアンでも結構左に引っ掛けることがなかったので、はい、完成度高いなと。はい。これがじゃあ2ヶ月後初出しで、はい、はい、紹介いただきました。アイアンもあります。はい。でまあこれからまたちょっと経って、はい、多分秋口近辺くらいにまたドライバーのヘッドも出てくると思います。はい。その時はまあお楽しみに、はいはい、じゃあこれはまだ秘密ですね、うん、はい、そうですね、はいはい、まあ、せっかくなんでやっぱり山崎プロのショットをちょっと生で見せていただきたいんで、はい、ちょっといろいろ打ってください、はい、よろしくお願いします、はいはい、